はい皆さんこんにちは、えー、北平道俊の時々日経を読む <laughs>、えー、ということでですね、えー、日本経済新聞を読んでみたいと思います、えー、まあ、この日本経済新聞、うん、お仕事をされている方はですね結構皆さん読んでいらっしゃるんじゃないでしょうか、えー、お勤めの方とかですねご自分で、えー、事業をされていらっしゃる方あるいはまあ自治体の方とかですねいろんな環境 また皆さん、結構日経を読んでいる人が多いんじゃないかなと思います。まあ、経済誌ですとい,いうことでは、やはりまあ日本ではオンリーワンということになるんでしょうね。はいえー、で、この日本経済新聞、日経はですね、やはりこのニュース、まあ、結構面白いといえば面白いです。ちょっとね、あの普通の新聞、普通の新聞というかですね、まあ、全国大手紙、朝日読売毎日さんとかですね。 地方紙、まあ、鹿児島ですと、南日本新聞というのがあるんですけれど、そこら辺の新聞とはちょっと記事の取り上げ方が違っていますよね。ということで、今日は6月13日、2024年6月13日木曜日の日本経済新聞、チラッチラッとですね、覗いてみましょう。まず、一面トップがですね、これがまあなかなかいつもね、この日本日経というのは面白いんですよね。まあ、普通、この左の方にある、この 東京都知事選のですね、えー、小池都知事が参戦出馬表明とい、まあ、ったようなことあたりがですね、トップに来るんじゃないかなと思うんですけど、えー、日経はですね、トップは大体業界のですね、ニュースですね、業界。えー、ここではですね、食品発車、卸しと物流電子化、データ連携して作業を減らすというですね、これは味の素とか、 キューピーなど食品大手8社と卸が物流データを連携させると。これまで連携してなかったということですね。で拠点情報を共有し、い,いろんなセンター、物流センターのです、ね、情報を共有して、荷物の情報を電子化することで、荷卸しにかかる時間を半減させ、運転手の労働時間短縮につなげると。でまあ、これはその… 運転手の残業制限に伴って輸送能力が不足するとされている、まあ二千二十四年問題今年ですね二千二十四年問題を受け、荷主であるメーカー側も対策を取り始めたということなんですね。この二千二十四年問題なかなかね大変な問題になっているわけですけど、まあこのあたりをですねメーカーもその卸さんとかですね。 まあ、電子化を進めて作業を減らそうというようなことに取り組んでいるというです、ねまあ、記事がトップに来るのが日経ですね。でまあ、左の方にはその、まあ、一般の新聞でもよく載っている、うん、東京都知事選のニュース、そしてです、ねえーまあ、一面を見ますと G7、ね・うん G えー、主要7カ国の首,首脳会議ですね。これがまあイタリアで始まっ るんですかね始まったんですかね。で、ここでですね、何を見出しにしているかというと、中国の過剰生産をに対する懸念を表明する方向で調整すると、いわゆる経済のですね、えー、面をやっぱり一番目に取り上げているわけですよね。他かにまあ政治のことなんかもたくさん出てるかと思うんですけどやはり経済をーテーマを出しているということでですね、一面こういう感じですね。あと一つ、これ、EU。 まあ、EU がですね、中国の EV、えー、電気自動車に関税をかけると、税率が最大48%になるということなんですね。えー、欧州連合 EU ですね。なかなか、いろんな、ね、貿易、いろんな各国の生産、いろんな経済状況、まあ、国と国との結構ね、競争というのもあります。そして2面ですけどね、 2面は、これは、これは、これは、全国大手市でも、南日本新聞でも大きく取り上げてますけど、ジェンダーキャップ指数ですね。これがまああの発表されて、日本が、まあ、いつもの通り、いつもの通りじゃない、えっ、ー、と、また落ちたんでしょうかね、どうでしたっけ、とにかく、調査対象の146カ国中118。 えー、過去最低だった前年の125位より改善したがと改善した。政治と経済はなお低迷するということでですね。これをですね、日経はですね、見出しにどう立ててるかというと、賃金格差の是正が急務であると。賃金格差。まあ、男女のね、賃金格差がね、日本はちょっとひどいらしいんですよね。うん。これはですね、 この男女賃金格差については結構あれですね、国会を見ますとですね、日本共産党がですね、いつも国会でですね、訴えてますね。あの、男女のね、賃金の状況を公表するようにしなさいとかですね、うーん、いろいろやってますよね。これも、しかし、これはやはり日経としてもですね、やはり賃金格差をですね、是正して、 ジェンダー平等を、ね、しっかり詰めないと、まあ、経済日本経済そのものが、えー、このままでは弱くなってしまうよという、そういう危機意識でしょうね。えー、そしてですね、えー、このあと2面、まあ、たくさん記事は載ってるんですけれど、えー、4面に行きますよ、4面。4面はですね、まあ、この例の G7 ですね、イタリアでの主要7カ国首脳会議。でここででは 今度は政治関係のやつがここに載ってますけどね。まあ、経済安保と絡めて提言。インド太平洋というのが G7 の議題になると。えー、っとですね、これちょっと記事の方少し読んでみます。岸田文雄首相はイタリアでの主要7か国首脳会議、G7 サミットで中国をめぐる懸念を提起する。あ、中国だね。<laughs> 中国いつもね、日本は言ってますけど、日本が議題として取り上げるように働きかけた。 インド太平洋の討議で、欧州各国でも課題となっている経済安全保障の問題に,に絡め、アジア情勢への関心を引き寄せる。まあ、アジア情勢への関心はもちろん、ヨーロッパも、ね、しっかり持っていて、まあ、中国とも、ねえー、いろんなこう交流を、ね、やってますけどね。はい、まあ、こういう記事がしっかり載っていて、えー、そして、 えー、こちらの方にですね、これ、円安200円台ということでですね、米利下げなければ200円台、超円安、私の見方。これはですね、イギリスのキャプラー共同創業者の浅井正夫さんという方ですね、あ、旧 UFJ 銀行の出身で、マニオンのですね、UFJ 銀行の出身でいらっしゃって、えー、これ、ヘッジファンドの やってらっしゃるわけですね。イギリスのキャプラ。キャプラというところね。預かり資産はおよそ300億ドル。まあ、ざっと5兆円ですよ。日本円で5兆円、ざっと。で債券、債券ですね。債券系のヘッジファンドでは世界最大級のファンドだということで。で、この方がですね、言ってらっしゃるのは、アメリカが利下げしないと、円ドルレートは、ドル円レートは、 200円にいっちゃうかもしれないよっていうことをね、200円になったら大変ですよ、ね。で、これもね、ちょっと面白い記事が少し載ってます。ベタ記事ですけどねあの、ほんのちっちゃい記事なんですけど、経産省、書店減少に危機感。ということで、直木賞作家で書店を経営する今村さんだと都内で意見交換したと、まあ、書店の減少に危機感があると、まあ、この斎藤経済産業省が 述べたとと、えー、いうことなんですね。まあ、書店がねあの、地方の書店、まあ、どこでもそうですけど、ちっちゃい本屋さんがね、もうどん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 なくなっているわけですよね。まあ、ネ,ット通ネットでね、まあ、結構ね、アマゾンで買っちゃうとかね、いろいろあ,るありますけども、本屋さんがね、どんどんなくなってしまうという、そういう危機感を持っているということなんですね。はい。 でですねまあ、確かにこの日経というのは、ね、今日は、ね、36面あるんですけど、もちろん広告も、ね、たくさん多いので、ね、なかなかこの別記事が本当に多いのかどうか、ちょっとしっかり読まないとわからないんですけど、ということで、9面なんですけどね、まあ、日経はやはりこの世界経済のいろんな細かい動きをです、ね、伝えてくれているんですよね。でこれはですね世界の海運株軒並み急落と。 ということでですね、あのまあ、海上輸送ですね、まあ、船,お船ですね、世界の海運株が大きく下げている。デンマークの AP ・モラーマスク株など大手株が11日に軒並み急落。日本の海運株も12日まで続落した。売りのきっかけは、パレスナ自治区ガザでの戦闘をめぐる新たな停戦案の浮上だということで。 このね、経済の動きっていうのがね、あの、政治の動きとね、なんかこう逆に動いたりすることがあるので、なんかね、いや、嫌なというかですね、つまり、あの、パレスチナ自粛ガザでのね、停、え、戦、ー、決議が国連で採択されたわけですよね、アメリカが提案したやつで。これで結構、ハマス側もですね、これに応じるようなことで、ちょっとこう、 冷戦へのこう道筋が少し見えてきたかなという、いいことなんですけど、そのいいことを材料として株価は下げたということなんですよね。面白いというか、なんというかですね、そういう動きをするんですよね、株というのはね。そして10面、これもね国際面というか、アメリカの状況をねこうレポートしてますけど、ワシントンの記者さんですね。 米高齢化で大量退職時代、3割弱が貯蓄ゼロ。というね、これもなかなかね、これもちょっと大きな問題、社会の動きということでですね、あの、アメリカもですね、やっぱり高齢化が加速していると。日本も加速してるわけ、日本もすごいんですけど、アメリカもそうだと。で、2024年から27年、4、5、6、7、4年か。 65歳の誕生日を迎える戦後生まれのベビーブーマーが毎日,毎日1万1000人程度と過去最多ペースになる見通しだと、で大量退職や老後への備えが足りない低所,得層低所得層への対応などの社会保障改革が課題だが、11月の大統領選挙を前にしても議論は盛り上がりを欠くと。 うんね、え日本、アメリカなんかまだすごい格差社会で低所得者の方なんかはね、もう病気にも行けないとかそういうことがあるんじゃないでしょうか。どうするか。か国民皆保険がないですからね、うん。まあ、ということでアメリカも大変だと。まあ、非常に大変だと。大統領選挙もあるんですけどね。そしてですね、13名。これはね、ビジネスの欄になってるんですけど、これご存知ですか、皆さん。SNS で BDR っていう会社。 これフランスのゲーム会社ということなんですけれど、最近写真投稿アプリということで結構ね、皆さんご存知でしたか <laughs> えっとですね、このちょっと左の方に、ビーパル来た1位、民間調査で10代の女子の流行り言葉だということなんですけどね、ビーパルやってらっしゃるかいやビあ、b アルですね、b アルやってらっしゃる方はいらっしゃいますかえっ、ー、と、いうことでその次はですね、うん ね、やっぱ結構32面たくさんあるんですけど、なかなかこれ全部読んだら、もう本当に大変なことになってしまうんです。せっかくですからね、日経、外国為替レートをちょっと確認してみましょうか。まずですね、えーまあ、市場のね、動きをいろいろこう、為替、債券、えー、金利、商品などがですね、ページ数,数、何ページありますか、6ページか確らいありますかね、えーと。まずイギリスポンド、イギリスポンドは大円で上昇していると。 一時200円台。ポンドが200円ですよ。1ポンド200円。えー、もうめちゃくちゃ円安ですよ。そして、えー、主要通貨のタイネート見てみましょうね。まあ、だかイギリスはポンド200円。5ドル、オーストラリアドルですね。これが104円くらい。スイスフラン、175円。175円。これね、昔ちょっと覚えてるんですけど、もうかなり前ですけど。 スイスフラン、確か、80円とか90円だったことがありますよね。そんな気がするんですけど、カナダドルが114円で、ニュージーランドドルが96円か、まあ。とにかく円安で、なかなかね、海外旅行も行けないくなってるんじゃないでしょうかね。えー、ということでですね、今日最後にちょっとご紹介したいのがですね、えーまあ、日本経済新聞にいる、あの 各地域の紙面があるんですけど、これ九州なんですけどね、皆さんご存知でしたか、マイクロカットさん、鹿児島県の霧島市にあるメーカーさんですね。でここの おおマイクロカットさんの記事がですね、オープン出てます。マイクロカットさん、ちょっとご紹介しますね、記事から。03年に創業、2003年ですから、まあ、約20年前に創業。従業員は300人余りで、大きいですよ、結構ね、えー。23年12月期の売上高は39億円。工場は本社近くに10棟あり、敷地の広さは6万4千平方メートルと、 創業時の10倍を超えるる。るまででになっなっっててああ、ひどくんですね。工場もたくさん作ってらっしゃって。でここがですね、何がすごいかというと、まあ、この記事自体はですね、えーっと、マイクロカットは従業員の労働時間を8時間に抑えて24時間稼働する理想工場を実現に向け、自動化を進めていると。で削るのが難しい合金。 何作材というんですかね、削るのが難しい合金の加工を手がけていらっしゃる。刃を1日数回交換するため、あ削るための刃ですね、1日数回交代するため、二交代制で要因を加工していると。ところが、長寿命刃ですかね、長寿命刃、えー、その刃が長く持つやつですか、の導入で交換を 1>, 1日1回に減らし、交代性なしでの連続稼働を目指すと。で同社の主力事業は、コバルトやニッケルなどの合金、コバルの切削加工、切り刻む、あまあ、削るやつですね、削る加工。ということでね、なかなかこれ、高度な技術がいるんじゃないでしょうか。すごいですよね。写真も少しありますけど、うんこういう。 ね、こういう,こう個別のいろんな、ね、企業のお話なんかも日経には、ね、よく載っているので、まあそ、それも、こう、う興味深いところですね。はい。ということで、あ最後にですね、最後に、まあ、これは一般の新聞でも出てたところですけど、まあ、給食費が自治体3割無償化ということの文科省調査のですね、載ってました。はい。えー、今日,日経を読む第1回ということで、おきしました。どうですか、日経。ね えまあ時々ですね、あのご紹介したいと思いますので、これからまたよろしくお願いします。最後までお聞きいただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。